2021明けましておめでとうございます。どうもコアラアキラでございます。2021年も明るく楽しく元気よくやっていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いします。今回はですねこちら行っていきたいと思います。ゴハロンアワーズ2020ラスト。以前もお伝えしましたが今回部門数がかなり多くなったということでアワーズの結果発表お年をまたぐ形となりました。はい、はい、よろしくお願いします。今回の動画で最後となりますので皆さんぜひ楽しんでください。合計5部門紹介させていただきます。まずその他部門、名言部門、これは迷う方の名言ですね。失言部門、アモンガース部門、最後に名言部門、こちらも文字通りいい意味での名言になります。今回はこちらの合計5部門を紹介していきたいと思います。それではまずその他部門から発表していきましょう。さっきに紹介します。まあ、この中でですね一作品はね投票数がこれズバ抜けていたということで1位とさせていただいて、残り4作品はまあこういうのもありましたよかという形で紹介させていただきます。それではまずその他部門の1つ目です。ちょっとまあ誰の顔とかを甘髪ですか。はいはい、甘髪甘髪今聞いてイライラすんだ。やめて。いや、いい、だめろ。やっぱこうネタ臭いこう呼び方とかしてくるのはやっぱちょっとそれは今視聴者の方からもニエニって言われたそのきっかけの動画ですけど、ね、だからねちょっとこれは厳しい作品になってしまいました。どういうこと。いやだからちょっとこの作品っていうのはソフトはすげえ、ソフトはすげえけどニエニとかあんまりそういう特別な故障でねあのカップルとか呼べない、僕あんまり好きじゃない。いやカップルじゃないじゃん。まあまあそう、はい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 。だってそれあなた家でアッキーとか呼ばれてるのかなり特殊だと思う。いやアッキーはニックネームだけどね。いやだからに一緒一緒、はい、ニーニーもニックネームでしょ。はい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 。こちらのニーニー呼びの元ネタがその他に入ってきちゃいました。さあそれでは2作品目紹介していきましょう。こちらです。さあこちらはもう私が途中で開けられてしまった、あけようかげろになります。はい、あれいや結構いいところ、あれ3分の2ぐらい進んでたのかな。いやもうほぼ行ってましたけどね。これはまあやっぱあの音がトラウマになるな。猫ニラさんがよく使ってるこれ以降むしろ私を使ってますこれ。しゃがみになってがダッシュ行くんだ。ああ爆竹投げまくったんですよ。どっちも取って、もう一個爆竹投げちゃう。爆竹投げちゃうもおかしい。いや、これ逃げた。だからもうこれボタンの操作がパニックってボタンの操作とかじゃないでしょ、投げる方向は。今たまにカゲロファンの方から声かけられることあります、スタジオの動画で見たいですけど。あ、これか。やめて、うるせえ。一回静かにしてくれ。フライトけしなかったやつか。いやそれはこの通り、はいはい、よりパニックにさせんのやめて。こっちももう特別な動画。爆竹なんでさ、俺たちが逃げる方に投げてるだからもうパニックなんだよ。ちょっとこれはねやっぱりマルチタスクができない人間には相当ハードルが高いゲームでした。この時も爆竹も投げるカメラも使ってもめちゃくちゃな状態だったこと本当に思い出されます。それでは3作品目見ていきましょう。これは東京スクールシリーズですね。最近ですよ。これなんだっけ。ナイスラインってどこ。だお前のネタ持ってきて。じゃ合併してろやろうと。これはうぜえさやったのマジで。何ですかこの部門は。いやだからその他なんでいろいろ入ってきて、まあこいつ練習してるんだよね。いやして、いやこれ使おうかなってやつは。いやしてないでしょ別に。 Amazon プライムの松本さんの真似とか関係ないでしょ別に。はい、それでは4作品目見ていきましょう。OK、 あーボールガイズか。クエンズだね。これも結局1回もビクロイ取れなかったからな。やめろ
最近ちょっと動画上げられる方も少なくなりましたね。シーズン3とか出てんじゃん、はい、何があったら確かに2からやってないから、ね、やばい、やめてやできなさすぎて、これはお前ほんとやめて、おいほんとにやめろちょっと、お前ふざけんなってマジで、あこれ俺だけ割り合わなかったか、えらいでしょこれも、なんでこういうこと、いやそこであいつ落としたかったんだけどね、いやもう人の心ここにあらずだろこいつマジで絶対完成しない、こんなクソみたいな、いやこのゲーム難しい、これを坊主にした直後にやったのかな、この格好ってことは。別にあなたでも全然楽しめるレベルでありました、いやレベルで面白い、そうそう、もうゲームとして素晴らしいんだけど、ちょっとビクロイまでは至りませんでした。それではこちらはですね、投票数が多いということで1位とさせていただきました。その他部門の第1位見ていきましょう、こちらです。ねえ、また甘がみからか。これ見て。ああ、これか。これはわかった。ヒビのキャラクター。ヒビにあの猫のことか。え、あんた知らないの？これはちょっと引いちゃったよね、正直。そんな感じじゃねえだろ。こういう女の子だってことは見抜けなかったのかな。パパ、ヒビちゃんが落ちたよ。やめてね、ちょっとキビニャンが出ちゃいました。そりゃ必死にもなるだろう。いやこれはちょっとショックだったな。俺リアルだったらちょっとこれで付き合うのはやめてますね、多分。悪いけど。ああマジで。いやお前が好きになった女性は、いやまあ、だから、いや付き合ってないけどね、この時は。いやでも結局付き合いましたよ。好きになったよ。いや好きになった、好きになった、好きになったけど、ちょこれはでもその好きっていうのを冷めさせるほどの出来事だった、正直。うん、だから周りから応援する。まあいえ、中三から高一は。いやもうちょっとあっただろ。はい。やばいやつかもしれない。玉木とは遊園地に文句言ってくる。その辺はちょっと変わってなかったした。いや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 、だからそれ昔だったらこれを踏まえてでも付き合ったかもしれないけど。今だったらこれはいかないな、これだったら。まあ僕が言うのはあれですけど、ちょっと人へのさすが優しさとかにかけすぎてるっていうところはさすがにマイナスポイントというか冷めちゃいますね、僕はね。それではね、こちらその多分1位ということでコメントいくつか紹介しましょう。はい、まず山直さんから。天神の遊園地での田口薫、裏の顔発覚シーンということです。うん、裏の顔というか、でもこういう時こそね、人がこうね、なんか困ってる時こそやっぱその人の本性とかってやっぱ出るもんですから、私は裏の顔とかその変わるの本性ここで見ちゃったなっていう印象です。俺はお前が、うん、あの東京バスガイドで人引いた時に、うん、顔出たなって思った、うん、本当の顔が、うんうんうん、続いてちゃんぼくさん。甘髪で香りがやばいやつだと悟った時の顔ということです。いやこれはね、ちょっともうある程度進んだところだったんで我慢しようかなと思ったんですけど、ちょっとこれは見逃せませんでした。いや、うん、見逃すってありえないけど。いや見逃すっていうか、ちょっとこれは100円の声も覚める出来事でした、マジで。いい答えじゃない。いい答えでしょ。それよく聞くし、うん、はい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 、さんま御殿でありそうな。100年の声も覚めた瞬間、東京都世田谷区30歳男性は。最後レブレブさんです。カオルの裏の顔見てテンションがだだ落ちしてたところということです。いやそこはちょっと心配してほしかったけどね、大丈夫かなとか。むしろ盛り上がるシーンなんですよね、本当は恋愛で。何どういうこと。いや別にその人がとかじゃなくて、いやそういう心配してる時の女性の顔ってちょっと可愛かったりするじゃん。なんで。誰々ちゃん、あの人って大丈夫かなみたいな、そういうところも可愛い、可愛いでしょ。そこで盛り上がる、盛り上がるとかじゃなくて、言っただろ自分で。そういう一面も見たかったなっていう。なんで薫のなんで今切れたの。普通に盛り上がるって言ったから、まあ盛り上がるって、だからそこでそういうなんかこう塩らしい一面も逆に見たかったなっていう点でね、その反動が大きすぎて本当にここがショックでした。それでは続いての部門は名言迷う言うの方ですね。名言部門の発表です。合計5作品を紹介させていただきます。
投票でですね選ばせていただいたのは合計4作品になるんですが、番外編としてあなたがどうしてもこう入れたいというものが一つあるということですね。はい、ちょっとフライデーセレクションの、はい、じゃあそちらを含めて合計5作品となります。それではまずポンピーチョイスの方から紹介させていただきます。無理すんな無理すんな、あ、日本代表を救うやつか、はい、はい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 、いやいや日韓戦、あ、はいはいはい、え、なんかあったけど、これ日本じゃないいや、でもそれぐらい日韓戦でやっぱ勝利格別なんで、いや、格別だからって日本勝利は意味がわかんないけどね興奮しすぎてね、おかしなイントネーションになってしまいましたはい、さあ続いてですが、3位の作品が合計2作品ございます。まずは3位の1つ目から紹介していきます。こちらです。え、負ける、あ、東京、これも最近のやつだな、はい、はい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 お前もうアジアから出ちゃいけんこんな外役プレイヤー、マジフィガーのアジアのフィールドコミュニティおい、やめろもうこの虚弱見ていやこれもなぁ、いやほんとひどいプレイやっちゃった、なんで一生懸命やってるやつに考えられんだ、こいつも自分が被害者ってことしか考えてないから常に、常にやっぱり被害者かっていう発言になりってしまいました。マクロン大統領、結果アジアから出ていったのは自分でした会いたい、申し訳ございません。それでは続いて3位の2つ目見ていきましょう。いや、東京から結構ランクインしてますね。やっぱだいぶ最近なんですよ。俺は本当知ったかぶりすんで、やめて、たかが十数年で。いや、むしろ人生半分以上でした。それやめてよ、マジで。絶対許さない。家族以外で一番長い付き合いでした。失礼しました。それでは続いて第2位の発表です。こちらです。いや、そう、ここはビジャレアル。ビジャレアル。マジョルか。あ、また間違えた。また間違えた。マジョルか。ああ。この後この後見ましょうか。いや、この後も出るだけだから。互いにそう私も中学受験とかかなり勉強の方もねしっかりやらせていただいてましたんで、それが中学1年生のね最初の中間考査学年1位というところに結びついています。ありがとうございます、はい、続いて栄えある名言部門第1位です。あー、ミステリーボールね。人生もミステリー、体格もミステリー、小原ミステリー、アキラと申します。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますいやー、この試合途中までマジ気持ちよかったんだけどな今のとこね、はい、名言は今のとこですね、はい、はい、これ眉毛も薄い時です。アメリカにホームミステリー来たよ。いや、これはもうシュートブーストでしょ。いやこれでちょっとやべえなと思った、これはさすがにビニシウスのスピードでぶちで勝ったと思ったんだけど、でもこれ外れたと思った、ね、シュートブーストに育てられた男コアラキラでございます。これほんと止めよう、なんとかいや、これ全ブーストだったのよ、もうこれは無理、お前も全ブーストだったとこは止めてんの俺だ、そうね、カウンターだね、持ったもん勝ち、持ったもん勝ちで、こいつ持ってたからね奪われてるから、止めろスライディングでは止めたかったんだけど全然追いつかせんでした
いやでもこのモードはね、2作連続で最初にやってるんですよ。もうめちゃくちゃ楽しいので、ぜひ友達とでやってみてください。こちら1位なんでコメントをいくつか紹介します。まずは、ルリマ F さんからです。コアラミステリーアキラ、その後しっかり負けるから好きということです。本当に何度もリードしてるのに、それでも絶対勝てない自分が一番のミステリーです。続いて、メシンドルさん。コアラミステリーアキラと申します。意味不明だけど面白かったということです。まあ、これはね、まあ、即興なんでね。急に頭に降りてきました。コメントありがとうございます。最後にヒロピョンさん。ゴール後ミステリーボールの申し子、存在がミステリー、人生のミステリー、体格ミステリー、コーラミステリーと申します。わけがあらミステリーと申しまして、何コーラミステリーアキラと申します。わけがわかりませんということです。自分でもわけわかりません。コメント皆さんありがとうございます。それでは続いての部門に移らせていただきます。ちょっと本当はこれ紹介したくないんですが、失言部門になります。こちら3作品ランクインしております。3位から見ていきましょう。どうぞ。バナナ村長の時か、はい、かなりまずい村だったと。そこついてこうか、褒められたとこと2周目で。で一応アマンガースに向けて練習したっていう時やっけこれは。はい、6番さんに白出ししたいな。自分の一応これ本当申し訳ございません。これ結構遅めの、ね、時間の生放送だったからちょっとすいません。この村もね大ポップな村だったんでちょっとまずい発言が出てしてしまいました。アークお願いします。それでは続いて出現部門第2位いってみましょう。こちらです。さあ行こう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 。これなんだ。お前の眉毛にゲーゲンプレス。いやかわいい、かわいい。いやまずいまずいまずい、これはちょっとカットしてください。バットって言うのはもう最低でしたよね。こんな呼び捨てして、これ本当に申し訳ございません。ちょっとそのひなの皆さん本当に申し訳ございません。ひなの皆さんって何、ちょっとなんて言うんだよ。じゃあなんて言えんの。ひなたのファンのことは。え、お日様ですけど。あ、お日様か。お日様の皆さん、まず大変申し訳ございません。まず今キレられた意味がわかんない、はい、ちょっとすみません、お気持ち抑えてください。いや、俺のセリフなんで抑えろって、はい、影山さん本当に申し訳ございません。それでは出現部門入る第一行ってみましょう。さやかしのガンバサボさんからです。女性紹介するならお母さんも紹介してくださいということです。ちょっとこれは意味が分かりません。あ、お母さんは女性ではありません。いやいや、女性としてそれはちょっとひどいね。いや、女性は原始太陽であるって平塚ライチョウも言ってましたが、はい、ジェフはよさなきこ。いやひどいよ。ちゃ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 、その女として見てはいるけど、女ってわかるでしょ。そのちょっと成人した男なら、こっちの意味の女で使ってないよってこと。俺が言いたい女性っていうのはそこ文脈読んでほしいけど、この切り抜いて変更報道するだけじゃなくて、いやでもだから語弊はありますよ、まあ、語弊を呼ぶ発言した点について本当にそういう話をしてんの、はい、こっちは それはの周りの意見、はい、周りからどう見られるかっていうのを考えてほしいって話なのに、はい、自分はもうこうだろうってそういう主張しかしないけど、はい、そういう取られ方してもおかしくないのに、はい、っていう意味での出現です。それは本当に、申し訳ございません。それに対して切れるっていうのは一番意味わかんないからね、いつもご視聴ありがとうございます。もう他は他はってなんだね。それはもう帰って直接伝えるから。いやいや、そんな面前で言うことだよね。いつもじゃあこちらコメントいくつか見ていきましょうか。幼稚んガンバサポさんです。お母さんは女性ではありません。一人の人間として最低発言だと思いますということで、これ人間との合わせ技のコメントでございました。いいコメントだと思います。ありがとうございます。続いてこんな顔になりたかったさん。お母さんは女性ではありませんが一番自然かなと思います。申し訳ございませんでした。お母さん、これが一番に選ばれてるってことはやっぱ周りの人はそう捉えちゃうってことですね、うん、はい。で最後ジョンソンさんです。言う人が言えば炎上レベルの発言だったと思いますということです。いやいやいや、もう逆にそう軽い人間だと思われたのが良かったかもしれない、うん、こうそうした、逆にね、うん、そういう人格はもう分かってるから皆さんが、うんうん、それでは続いてアモンガース部門行ってみたいと思います。それでは3位を見てみましょう。こちら練習、これ練習、一発目練習でいきます。つなぎながらで、ね、
はいはいはい。これはもうこれ自分の役割は、まあ、まだ発表せずにってことですか？言っちゃもう本当に初めて。はい。ちなみにクルーメイトって出た人が、はい、コラボですね。普通のクルーというか人狼じゃないですか。メッセンに刺されたときはこれ。で、インポスターだと。あれなんだっけこれ。出た人が人狼。早速やられたんだけどメスニキに言ってからやろうぜ。いや意味ないでしょこれ。デモンストレーションで即切るとかやめてよマジで。いやいやでも ありがたいですけどね。いやそれは非常に。いや今年は本当に、まあ、メスさんもそしてもう比較さん もう皆さんに本当に、はい、コラボしていただいてますから、いただきますか。いやだからそれしっかり前の動画で言いました、恩返しできるので継続して今年も頑張っていきましょう。はい、ぜひまたコラボよろしくお願いします。ちょっとこちらの部門後から追加したんでちょっと票数とか少ないかもしれないですけど、はい、わかりました。余計に入れてないのが失礼なぐらいの部門でした。はい、それでは第2の発表です。こちらやるかが難しい。でも2人とかになってやれる状況だったらもう確実にやるからね、それは。え、なぜ何も話さない。これ待って、これなんだっけ。ああ、これか。あれあれクルミス。ああ、これか。はい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 。いや、これで見たときは俺これ見えてないのよ。あ、これ出ちゃったけど。いやこれはマジでしか見られたのがまさかの駒井選手という。さすがにこれはもう終わったと思いました。何やってんの俺の人生。駒井選手見られる。ギリギリ駒井選手が地図を見ながら奇跡的にバレてなかった、はい、ということでした。いや駒井選手本当に、助かりました。え、助かりました。いやいやその地図を見ていなかったという状況に助けていただきました。え、どういうこと。また出現してませんか。助ける立場じゃないけど、駒井選手が見てないっていう状況に助けられました。うん、うん、まあそれならまだ分かる。駒井選手助けられましたっていうのは敵に助けられたっていうのはかなり煽ってる発言だよね。はい、ちょっとこれはすいません、マジであれします。いやそれはやめて。さすがに意味合いとしてはこの状況に本当助けられたという状況です。そんな状況言わないで。はい、それでは第1位発表こちらです。あよし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 。これはちょっと柴さんの動画使わせていただいております。ちょっとすいません、まあ、全部ではないんですけど、はいはい、あでもこれ許可もちろんね、はい、いただいてますんで。私がデータをいただきました。私がとかはいらないから。DM したの俺だから。でもその後の DM を俺して、うん、そこにハートついた、はい、ハートはいい。ツイッターのハートはそんな形骸的。いやーナイスでしたやったーやったー。これはね千葉さんと盛り上がっちゃったなー。もう全アマンガースの中でも僕の中で一番いいプレーぶりだったと思います。まあ小橋しか勝たんという2020のね、流行語もここで生まれました。これは嬉しかったね。素晴らしかったと思いますマジで。ぜひね一緒に今度なんか歌でもね。何を言って。いやいや歌出されてるんでね。歌出されてるって。何その、うん、ちょっとなんかファーストテイクみたいな感じでちょっと一発撮りしたいんです。よろしくお願いします。コラボレーションこれすごいカット多めの動画になってるんで、はい、ちょっと分かりづらいんですけど、すごい綺麗にまとめてくださってる動画が夏芝さんの方に上がってますんで、はい、ぜひそちらをね見ていただきたい。その発言の時だけキビキビと。キビなんでよ。キビなんでよ。お前その気使えてます。多方面に配慮できますアピールは。ギビニャンです、うん、まあまあそう形式的しか言えないってことね。いや意味は分かんない。距離感は感じました。いやそれはお前よりはまあ多少あるけどね。そうそうねそうね。オッケーと一緒にはやプレイしてないから、うんうん、まあ多分右の方に出てるんで。なんで右の方に出んの。右上にインフォメーションみたいなのあるでしょ。どうやって出るんでしょ。それ俺やるからいいよ、お前やんなくていい。ここは俺がやるから。マジカットって。なんで松島さんの。違う違うやいいよ。まあ
この時のペアだったナチュバさんという方のね、インフォメーション入れて、インフォメーション入れとくと、登録それをカットしろ、その2択制コメントいくつか紹介しましょう。紹介朝会です。まずコハロンラブな鹿島サポさんから、伝説のコハシバコンビしか勝たんということです。ありがとうございます。これはもう後世にね語り継ぐべき素晴らしいもベストコンビ、ベストプレーだったと思います。続いてドラさん、コハシバしか勝たん、その後の NTR キルも笑わせてもらいましたということです。その後速攻ね2期にやられましたからね最後にコハロン&ポンピヨシ大輔さん、これ以降夏島さんにデレデレで夏島さんを疑うことを忘れるきっかけとなった動画ということです。これ以降ね、なんかもう夏島さん基本白寄りで見てしまうようになってしまいました。しっかり今後フラットに見ていきます。何の話です。いやいやいや、そのやっぱ白寄りにかかね見ちゃうってとこあるんで、そういう固定概念が、うん、だから向いてないそれから、うん、オッケー、それを打ち破っていく年にしていきましょう。正直あの無限リアクター編っていうのもかなりあったんですけど、はい、紹介してできません。はいはい、はい、あれはちょっと大坊主にはふさわしくない動画になりますので、まあ気になる方は一応概要欄の方にはね貼っておきますんで見てみてはいかがでしょうか。さあそれではいよいよコアロマモーズ最後の部門に移らせていただきます。いい意味の方ですね。こちらは名言部門いってみましょう。3位からいってみます。今年は何かしちゃって眉毛全剃りはしたくない、やめろ最悪もなんで眉毛が、これがなければな、泣いてなかったのに、絶対逃げれたでしょ、これマジでミスった。うわーしマジで来いよ。いやこれもノンストバナナつけるべきだった。歌ってるからもう、でもそれが俺なんだ、そうだから好き、うん、おしゃれしてんな今まで俺好きやマジでいいこのグリーンの感じ、墓場の前は絶対好きや、墓場までお前は。いやこれはなんか名言生まれました。結果としてはもうこれがあの眉毛全剃りになる一番の原因となったレースでしたこれも超えてたでしょ、1位だったら確実に。いや確実に超えてたよ。ちょっとやっぱね、どうしてもパニクってしまいました。第2位こちらです。ブリブリだからね、これミステリーボールだね。あいつこねることしか考えてない。これの目的と本質を忘れてやがる。うん、これ、うん。はい。これはもうこれはリアル正論ですからね。あいつはこねることが目的の人間です。いやだから点取るためが目的なんです。はい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 。オッケー。その後やりましたけど。その後、うん、その後やられました。お前フットボール冒涜すんなよマジでその後しっかりゴールを決めることを目的としたドリブル、本質的なドリブルがありました。それやったらフットボールへの冒涜って言われたわ。はいはいはい、まあまあ一応フラグは回収した動画という形になっております。すぐ寄ってくるからああいうことする。うるせえメイフェラ、黙れすぐ寄っていくのは私です。メイフェラは私でした。はい、それではコアロンアウォーズ2020最後に紹介する作品となります。名言部門1位こちらです。まだそこで行くのは違うから。これルイジね。はい。はい、はい、違います。はい、言ってないよ。危ない。でも一生笑っとけ俺の隣ででもこれもうダブル受賞というあれこれ前1位じゃなかったっけ、ルイジの時は1位じゃない。まあまあ、あのこれはこっちの部門でも入ってきました。やめてよ、そんなテレタ顔して。え、テレタビーズ、いえ、テレタビーズはヒューマンホールフラットは。コメント見ていきましょうか。まずは山吹ベーカリー見習いさん、一生笑っとけ俺の隣で以外に考えられんということです。ありがとうございます。これは記憶と歴史に残る名言となりましたね。記
記録と記憶と歴史じゃない記録記憶で言いませんか、大体、うん、ちょっとすみません今のは、文言を間違えてしまいました続いて〇〇さん、ポンピエの実質プロポーズの俺の隣にいろっていう場面ということです。ちょっとやっぱあそこで撮られたのはね、一夜悔しかったんで本当極限の状態でこういう発言だといたしました。続いてニコニコひろやすさん、僕の将来のプロポーズの言葉になったからということです。ぜひね、これで、プロポーズ成功しましたというご報告お待ちしてます最後緑茶麦茶さん、ポンピーさんに対する愛が込められていたからということでありがとうございます。皆様ぜひ愛する方にこういった言葉を送ってみてはいかがでしょうか。ということでこのパート4まで続いたコアロンアワーズ2020、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。この今回のアワーズ以上の名シーンたくさん作れるように YouTube 活動頑張っていきたいと思います。皆さんどうぞ2021年もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。最後に、何、親フラ部門1位で、俺が編集するんで絶対こいつは確認させませんので、やめて、親フラ部門1位ってあれしかねえだろ作品が、そもそも。いやマジで本当、あとディエゴを無事でやってくれ本当に。ちょっと開けないで。